世話人の独りごと今回のテーマは「アジャイル開発」です「アジャイル」は「素早い」という意味です開発はソフトウェア開発を意味しています素早いソフトウェア開発とは一体どんな方法なのでしょう従来のソフトウェア開発は「ウォーターフォール方式」と呼ばれ あたかも上から下へ水が流れ落ちる滝のようなイメージです。すなわち、まず、要件定義で必要な機能を洗い出して整理します。要件定義からシステム設計、プログラム設計を行います。設計に従ってシステム開発、プログラム開発を行います。そして入念なテストと修正を行い、いよいよ運用されるようになります。 ウォーターフォール開発では、まずは要求通りに開発できますから、品質の担保ができます。手順がはっきりしていますから、計画が立てやすく、進捗も把握しやすいメリットがあります。ところが、ディメリットもあります。どうしても開発期間が長くなってしまう傾向にあります。それぞれのステップで、計画通りに作業を進める原則ですから、途中で要求の変更が難しい現実があります。 変更をしようとすると、後の工程になればなるほど、手戻りのコストが大きくなってしまいます。テストをしてみたら、どうしても変更せざるを得ない問題が発生しました。一旦、設計まで戻って、設計変更をしなくてはなりません。そして、修正箇所の開発を行って、テストを再び行います。柔軟に変更や修正ができない。 変更や修正をすると時間とコストが大きくかかるのがソフトウェア開発の宿命的なディメリットでした。そこでリリースまでの時間が短くお客様の要求に応えて柔軟に変更ができる方法が考案されました。それがアジャイル開発です。今までの工程をいくつかに分けることから始まります。ここでは3ステップに分けると考えてみましょう。 作成していた要件定義を3つに分けてしまいます。設計もそれに応じて3つに分けて、それに従って開発も3つに分けます。テストも運用も3回に分けて行うことにします。この例でアジャイル開発に変更してみましょう。まず分割した要件1から設計1を行い、その開発1を行ってテスト1に至ります。 この段階でお客様からの修正や変更の要望があれば戻って迅速に改善します。こうして出来上がった部分的な開発をすかさず運用1としてリリースするわけです。次に要件2に始まる開発です。同じように進めて運用2に至ります。要件3についても同様に開発します。アジャイル開発はウォーターフォール開発に比べて 開発スピードやお客様の要望を反映しやすい点では大いにメリットがあると言えますが決して万能というわけではありませんウォーターフォール開発は計画の立てやすさから考えると大規模なプロジェクトには向いていると言えますそれに対してアジャイル開発はリリースの速さやユーザーの反応ですぐに改善をしたいウェブサービス ゲームプログラム、スマホアプリなどの開発に向いていると言えるでしょう。どちらのメリットも活かして、ウォーターフォール開発とアジャイル開発の両方を取り入れて、ハイブリッドで開発する考え方もあります。重要なことは、プロジェクトに合った最適な開発方法を採用することです。 皆さんの事業が成功するために、チャンネル登録をしてください。また、関連するコンテンツで、さらなる学習に挑んでください。